Gym Master Hunters. エンジョイチャットへ、チャットルームを選択してください。 パスワードを入力してください。
ようこそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット、画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来をつむぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。
もどうも、アッキーノです。エデンだと初めて言うか、私シラミネノキアよろしく。じゃない遅いよ、何してたのよ。こんな危ない場所で一人きりで待たされる身にもなった。ブルーボックスはまだ来てないのか。ふん、来てますよ。来てますが何か。ちょ、信じられます？あいつさ、俺ちょい幽霊探してくるわ。あいつそういうとこあんだよね、自己中的な。イケメンだからって調子乗っちゃってるみたいな。大体何、白い少年の幽霊噂になってるだかなんだか知りませんけど。っていうか電脳空間で幽霊なんて非科学的だし意味わかんないし怖くともなんとも。恨めしや。ドアショワー。ちょ、ビビりすぎだっての。なんだ新たじゃん、ただの新たじゃん。幽霊かと思った。ったく、チキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てんじゃねえよ。うわぁ、そのこんなとこに置き去りにしたのはどこの新たよ。あんたの血は何味だ。ああ、うっせうっせ。つうか初めてだよな、こっちで会うの。真田新ただ。ま、適当によろしく。自己紹介くらいちゃんとしなさいっての。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの中の人だよ。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴っぽいじゃん。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし自己中だし目つき悪いし、ほらイケメンの無駄遣いっていうか。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間にこの辺りを探ってみた。俺らを呼びつけたナビット君がいないかと思ってさ。え、幽霊探してたんじゃないの？ま、そのついでにな。結局どっちも見つからなかったぜ。それどころか一っ子一人いねえ。いくら空論が危険エリアでもハッカーの人。やあやあ、お待たせ、ナビット君だよ。集まってくれた良い子の君たちに、これは世界を変える力だよ。え、何これ。ハッキングだ、俺たち全員ハッキングされている。俺のウォールを簡単に突破しやがった。やり手だな、ナビットってやつ。で、デジモンキャプチャー。最近ハッカーたちの間に出回っているハッキングツールだ。ねえ、デジモンってあのデジモン？ああ、オタクが興味津々だったそのデジモンだろ。特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。あ、やっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。え、デジモンってハッカーが使うヤバいプログラムなんだよね。じゃあ私たちハッカーになっちゃったわけ？そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に。ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。やだ、ハッカーなんてやばいよ、絶対やだよ。いらない、こんなプログラム捨てなきゃ。あれ、嘘、アンインストールできない。やめとけ、
プログラムにプロテクトがかかってる。無理に削除するとは。何よそれ。逃がすかよ。どうした？まるで幽霊でも見たよ。僕そっくりの幽霊を見たって？それならその幽霊は僕かもしれないな。僕はエデンに住み着いた勇気と呼ぶものはこの世のものではない。真相は僕がただ神出鬼没なだけ。そんなところだ。安心するといい。僕は幽霊じゃない。このエデンにちゃんと実在しているよ。君のような迷い子を導くためにね。君はハッカーの証であるプログラムデジモンキャプチャーを手に入れたばかり。いわばハッカーのひな鳥だ。
ここには様々な目的を持ったハッカーがいる。セキュリティホールを見つけて報告する義賊的なもの、他人の財産や個人情報を狙いアカウントを強奪するもの、本当にいろいろだ。君はどんなハッカーになりたい？その様子だとひな鳥どころかまだ卵から帰ってもいないよ。ハッカーを目指すか、他の何者かになるか。だが経緯はどうあれ、君はハッカーに興味を抱いてここまで来て、その結果デジモンキャプチャーを手にした。そうだろ？だったら試してみるといい。デジモンと呼ばれるプログラム、驚くべき力。それでいい。では未来のハッカーの誕生を祝して君に記念すべき1体目のデジモンを進呈しよう。ほら君の後ろにいるあれがデジモンプログラムだ。せっかく用意したデジモンに逃げられてしまったな。何？デジモンならいくらでもいる。しかし驚いたよ。このエリアにあんな強力なデジモンが出現するとはね。程度の低いハッカーが悪ふざけで話したか、あるいは僕ん追いかける。あの強力なデジ、いやあれはまだ君の手には及ぶ。追われたデジモンを物好きだな。だがそれこそ放っておくべきだ。単なるプログラム同士の小競り合いに首を突っ込んで怪我でもしたら。
君がそう決めたなら好きにするといい。本当に物好きだよ。いや、ただのお人よしか。奇遇だな。僕もそれなりに物好きでお人よしなんだ。まあ君は何もしなくても構わない。ただ見ていればいい。誇り高きハッカーの力をね。君と一緒に戦うつもりらしい。随分と手順は狂ったな。そのデジモンは君のものだ。準備はいいか。お疲れ様。デジモンキャプチャーのスキャンを介さずにデジモンが手に入ることは、ましてやプログラムが人に懐いたりなど、なんとも奇妙な光景だ。君はハッカーの中でも、ともかく卵は帰った。この先は君次第だよ。それじゃ僕はそろそろ消えるとしよう。目つきの悪い少年。もう一人のイレギュラーも彼か。彼なら先のエリアへ向かった。そこはかつてエデンのエントランスだった古いエリアだ。その証拠に初期タイプのログアウトゾーンも残されたままだ。今はプロテクトでロックされていて使用できないが、あの程度のロック、ハッカー。そうだな。ここから帰りたくなったら、目つきの悪い彼なら問題なく解除できるはずだ。彼の腕が落ちている。なぜ驚く。まさか彼から何も聞かされていないのか。なら僕から言うべきことはない。そういえば僕はユーゴ、チームザクソンのユーゴだ。
君が誇り高きハッカーを目指すのであれば、我らザクソンを訪れるといい。扉はいつでも開いている。デジモンなんだけど、そのデジモンもあの子たちも悪そうなプログラムには見えないよね。デジモンか。あの子たちと一緒にいられるならいいかも。デジモンキャプチャー。え、凶暴な野良デジモンもいた。な、何それ、超怖いじゃん。奥のエリアにあなたがいるのよね。君についてくから、は、早く合流しよう。
か不思議な感じだな。子供の頃にこんなことがあった気がするんだよね。君と新たとも会ったことがあるような。ううん、昨日チャットで会ったとかそういう意味じゃなくって。あれ、でもそっか、そうかも。なんか変。なんだよ今の映像、子供？気味悪い。畜生、なんだってんだよ。すげえ嫌な気分だ。ああいたいた。ちょっともう一人で勝手に行くとか、どんだけ自己中かませばよかですか。まさか噂で聞いたエデンの黒い怪物か。データを食い漁ってるとかいう。お前らこっちへ走れ。なんだかわかんねえが、こいつのロックを解除する。ログアウトしてとっとと逃げるぞ。おい走れっつってんだろ。グズグズしてんじゃん。おい、君たち。僕たちがノキアを守る。逃げてノキア。どうしよう、強すぎるよ僕。なんでこんなに弱いんだ。ノキアをみんなを守りたいのに。よし、ロックを解除した。おいノキア、早く。でもあの子たちがまだ。わかんねえのか、足手まといはお前なんだよ。お前が逃げおせりゃあいつらはどうにでもなるんだ。
ノキアはログアウトした。俺も続く。僕たちを見つけて。ちょっと、あれヤバくない？なんだよあいつ、気味悪い。こら！天下の行動のど真ん中で何騒いでんだ！まとめて逮捕すんぞ！ああ、府警さん！こっちに！誰が府警さんだ、誰が！刑事さんだ、刑事さん！見た目だけで物事判断してんじゃねえ！た、ん？どうなってんだ。キモキモいから逮捕。そこ逮捕。面白い姿をしているな、君は。実に興味深い。乗りたまえ。厄介なことになる前に。おおおい、待て、そこの車！止まらねえの逮捕するぞ！こら！人よりは奇妙な現象に慣れている方なんだが、こんな現象は初めて見たよ。私の声は聞き取れているかな？話はできるかい？それは良かった。君がもし人ではない何かだったらどう？そうか、君自身自分の身に何が起きたのか理解。聞きたいことがあるなら何でも答えよう。私の知り得る範囲で。ここは新宿だ。仕事で探し物をしていてね、偶然通りかかって君を見つけたのさ。自分で言うのもなんだが、あらましは嘘のようなまことだ。今は中野にある私の事務所へ向かっている。そこで詳しい事情を聞かせてもらおう。君の体は極めてデジタルな状態にあるように見える。まるで電脳空間からアバターのまま現実世界に飛び出したような。もしも本当にそうだとしたら、実に興味深い現象だ。いや、周囲に君以外の人物はいなかったはずだ。ひょっとすると君の友達も君と同じような姿をしているのか。そうか、友達のことは気にするな。とは言えないが、まずは自分自身のことを最優先に考えたまえ。私が誰か？そうか、自己紹介がまだだったな。最初に名乗るべきだったな。君の存在があまりにも興味深くてね、すっかり失念してしまっていたよ。すまない。私はクレム京子、しがない探偵さ。
なるほど。経緯は君が電脳空間からログアウトして出現したという新宿のあの場所はエデンへログインした場所と同じか、あるいはその付近なのかな。では今こうして私と会話している君とはまた別の体がどこかに存在する。肉体から精神データが分離してしまい、個別の存在として現実世界に現れた。それとも何らかの理由で新宿に移動した肉体が壊れた。いずれにしろ奇妙奇てれつな話ではあるが、目の前にまさしく摩訶不思議な姿をした。現段階では状況証拠による単純な、まずは君がエデンにログインした場所の現状を確認するのが定石だろう。君は今電脳犯罪事件をはじめ多種多様な超常現象事件の解決に確かな実績を誇る。君の身に起こった怪異的現象の謎を解明するのにこれほど頼もしい場所は。そして君が腰掛けているのは依頼。何、依頼報酬の件ならば心配しなくていい。君の存在は大船に、そうだな、メアリーセレスト号あたりに乗り込んだつもりでいなさい。さて話を戻すとしよう。君、それよりも何よりも前に君の姿をどうにかし、その姿ではまともに外を歩くこともできない。じっくりと観察して確信したが、君はまさにデータの塊、デジタル。しかし君は私の声を聞き、ソファーに腰掛け、かい、つまりリアル特性を持ったデジタル体、反電脳体と名付ける。君の体がデータで構成されているならば見た目をどうにかすること自体はさほど難しくないだろう。て君は基本的にはエデン内で使用されているアバターと構造を同じくしているはず。クーロンの放置データの中にアバターパーツのデータが見つかれば上々なわけだが、問題はその状態でログインできるかどうかだな。なんだ、テレビがどうかしたか。こっちよ、飛びなさい。Thank you.
私の声が届いたようね。ようこそデジラボへ。ここはデジタルワールドとかすかに交わるデジモン。私はミカグラ・ミレイ。あなたにこの楽園を解放してあげる。デジタルモンスターラボラトリタルラボでも私はデジラボをおすすめしているわ。知らないなら知らないで、特にもん時が来れば、おのずと知ることになるはずだから。私があなたを呼んだ。あなたは私を、あなたはデジモンと深く交わり始めている。その運命の交差に私は引き寄せられ、あなたを見つけた。つまり私はあなたに呼ばれたのよ。話はこれくらいにしましょう。まずはここがどういう場所か自分の目で。Thank you.